これは日替わりなんですね。はい、というわけで始まりました、銀とさつきのモヤモヤマンデー。ね、コメント来てるんですけどね、さつき遅刻みたいな。いやもう本当に最初から見ようとしてたんでしょうね。まあ僕遅刻してないんですよ。今ちょっとなんかトラブルがあって、今スタートしました。はい、今日は何のステマかな。ねえ、ちょっとまた紹介するか迷ったんですけどね。まあここ1週間で今紹介したいものは、とりあえずなかったんで何も持ってきてないんですけど、先週はねいろいろと紹介させていただきました。今週もね、通販番組ですか、通販番組ねちょっとやってみたいなと思ったりもするんですけど、今 LINE ライブもやってます。はい、サパネットさつきね、いや早い。お問い合わせはこちら、テレキャスティック0406サパネット、サパネットさつき、早いね、仕事が早いですね。仕事は本当にできますね、ナイトチューブのね方たちは。サパネットね、ありがとうございます。はい、というわけでね、今週も1時間よろしくお願いします。それでは早速オープニングどうぞ。はい、というわけで、始まりました。早速ね乾杯したいと思います。今週は、今週も、ダイエットの、味方、夏、お盆まだまだ、ちょっと最近は涼しいですけど、やっぱ夏といったらこれでしょう。のどごし生糖質、ゼロプリン体ゼロオールライト、今日もこれ飲んでいきたいと思います。いただきます。なんか普通のビールと違って、なんかちょっと違う味はするんですけど、でもなんかどちらかといったらウイスキーっぽい味がするんですよ、最初飲んでると。でも飲んでるともうビールとして飲んでるというより、のど越しとして飲むみたいな。でこの味が好きな人はもうほんとこればっか飲むと思いますね。でアルカリ度数も 3% で低いんで結構飲みやすいと思います。紹介してみました。先週も紹介した気がするけど、はい、はいはいはい、サバネット、うん、サバ、うん、これ後ろのキャラクターはジャパネットってことですよね。そういうことですよね。ジャパネットのあのこれがあの社長ですよね、このこの方が。でなんかマイクの方とかパソコンの方とか電卓の人がいるんですよね。これあのジャパネットのあれですよね。さつき、明日お盆休みだからお店行くね。それは嬉しい。でもねちょっと信用していいのかどうかっていうね、またちょっとあるんですけど、ありがとうございます。あの楽しみに待ってます。はい、お盆休みですもんね。そろそろね、スポンサーね、喉越し全然ついてもね、いいんですけどね。もう後ろ、ね、ずっと喉越しの映像みたいなね、全然それでもいいんですけど。お盆休みありましたよ、先週言ってた通り。先週の放送が7日ですよね、今日14日なんで。お盆休みが8、9、10と新水本店あって、結構充実してましたね。うん、いろんな場所行きました。電卓、うん、お店はいつ休み。お店は基本的に、木曜日休みなんですけど、これね、今日の放送の一番ね宣伝したいことでもあるんですけど、まあ明日は昇格祭あるんですけど、まあ17日ですね、17日たくま社長の、バースデーイベント、が新水本店で、やります。で毎年なんですけど、毎年17日に、
やってるんですけど、タイムライン見たらもうずっと、まあ、去年僕参加して初めて、まあ、その日も17日だったんですけど、その日は2部営業で、オープンが7時ですね。で、これも毎年そうなんですけど、オリジナル T シャツを、オリシャンをですね入れてくださった方にプレゼントすると、17日の、朝ですよ、朝7時から、たくま社長、バースデーイベントやります。それをねちょっと宣伝したいなと、そして15日がね昇格祭があるんですけど、昇格祭ね、あきさんと、つばすさんとりょうさんとその3人がね昇格するんですけど、で15日が、昇格祭で、16日がね休みなんですよ、水曜日なんですけど、いつもだったら17日が、木曜日だから休みなんですけど、まあバースデーイベントがあるっていうことで、16日がお休みなんでお願いします。明日、あ、そっか、さっちゃんの昇格祭にね花をくれたいって来てるんですけど、まあ僕は昇格しないんですけど、まあ昇格した暁にははいぜひ花をねいただけたらなと思ってます。私も昇格したいよ、なんか出世欲、出世したいんですかね。何から何に昇格するのか気になりますけどね。 T シャツめちゃくちゃありますよ、ビビるぐらいありますよ。で従業員配り終わってもう僕ら受け取ってもう物は見たんですけど、また今年もたくまさんらしい、社長らしい感じになってるんですけど、ビビるぐらいあるんで、入れまくってたくさんもらって、帰って思い出にしてほしいなと、はい、お願いします。ぜひさっちゃんのオリティね、さっちゃんのオリティね作りたいですけどね。早い者勝ちとかではないですよ、きっと全員分あると思います、オリシャンを入れてくださった方分あると思います、ね、品切れとかになったらねそれこそ嬉しいですけどね、まあ多分大丈夫じゃないかなっていう量あるんで心配大丈夫ですよそれを作ってたんですね、これ多分怒られるんじゃないですかこんなんやってたら多分ナイトチューブ怒られますよ、そのだからネット番組はみたいな言われると思いますわ。僕は面白いですけどねこんなん絶対ダメだからね、こんなん超面白いけどいいじゃんこれさっちゃんだけリアルっていうもうね、これもうアイコラーすからね、こんなんね顔売れてて通報しましたやばこれでサツキでサパネットで炎上したらめっちゃおもろいな俺のツイッターめっちゃ荒れるみたいな。ツイッターね、ツイッターも僕また頑張って最近更新してるんですけど、僕もう衝撃のドンビいたことがあって、なんかたまたまですよ、裏垢女子っていう言葉知ってますか。僕これドン引いたんですけど、これ絶対話そうと思って、裏垢女子シャープハッシュタグ裏垢女子っていうのがあって、で何かって言ったら女の子が裏垢を持ってるんですよ。まあ例えば僕がまあ普通にまああるじゃないですか、ツイッターのアカウントでもみんなには僕として公表してないけど、まあ、顔写真ちょっと載せてて、まあ、知り合いは絶対フォローさせないみたいな感じで裏のアカウント、裏赤の赤はなんていうか体の赤とかの赤なんですけど、まあ、にちゃん用語っぽいですよね、裏赤とか赤ってアカウントのことなんですけど、そう裏赤女子がで何がドンビいたかって言ったら、そう私も近しい友達だけの影裏垢、そう、それがね普通だと思うんですよ。まあ友達だけに見せるとか、
あとホストのことをつぶやくので持ってる人とか、あとそのホス狂いアカウントみたいな、まあ結局ホストかみたいなんで、まあ面白い人たくさんいるじゃないですか。まあ僕も見てるんですけど、あのホストでどうのこうのみたいな、まあ赤裸々に募る、綴るみたいな、まああるんですけど、まあそういうんじゃなくて、あのハッシュタグ裏垢女子を書いてる人は、あのまず年齢が、大体16から18なんですよ。高校生なんですよ。で、高校生が裏垢持ってて、別にまあ、も持ってたとしてもいいじゃないですか。でも、何載せてるかって言ったら、普通におっぱい載せてんですよ。おっぱい載せて、ヌードとかもうバンバン載せてるし、そういう過激なやつを高校生が平気で載せてるんです。まあ、それが、果たして本当に高校生なのかっていうのはまた疑問なんですけど、まあ載せてて、でちょっと見てみたんですよ。その、まあ、僕は本当にロリコンじゃないですし、まあ、なんなら年上が好きなぐらいなんですよ。もう落ち着いてる大人の人が好きなんで、だから高校生は別に恋愛対象ではないんですけど、まあそのおっぱい見てたら、そのどん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 おっぱい見ていくにつれて、その売ってるんですよね。あのツイートを読んでたら、あのもっと過激なやつが欲しい人は、まあ、手ぶらみたいなの載せてて、本当にあのもう全部ヌード見せたい人はあの DM くださいとか、あとあのリツイートして、で抽選であの1名にあのこうエッチな動画、もう本当に過激なもうオナニーみたいなやつをあげますみたいながあって、いや本当にすごいなと。でそれが全然わけわかんない、それもなんかいいねしてるのも多分裏垢の男の子たちなんですけど、男どもなんですけど、いやマジでちょっとすごいなと、気持ち悪いなと思って、本当に日本はロリ大国なんだなって。日本人が一番あのロリコンなんですよ、世界的に見ても。でもにしてもそれをなんかビジネスにしてるのが高校生っていうのもすごいし、それをね平気で買うっていうのもねすごいなって、マジで。まあ本当に今でも検索したらいっぱい見れるんでね、気になったら見せてほしいんですけど、あの単純に売るとかじゃなくて、あのおっぱい見せたいから見せてる大人の人もいたんですけどね。でも高校生で中にはいて、でなんかちょっと調べてみたら、それは結局詐欺なんですよ。でまあ男がやってるかもしれないですけど、で DM 送るじゃないですか、まあ、僕送ったみたいになってますけど、まあ、別に送ってみてもいいんですけどね、どんなもんかね。でまあ送ったら、まあまず先にAmazon ギフト券のなんか何円分のやつ前金でくださいみたいな言って、でそしたらそのコード番号を送ってくれたら画像送るんでみたいな感じで言われて、でまあバカだから買うじゃないですか、そのアマゾンギフトカード何1万円分とか3000円分か分かんないですけど、で買って、でコードを、送れたらブロックされるっていう手口らしいですね。まあなんで多分ですけど、まあアマゾンギフトカードがガチで欲しい、まあ JK か、もしくは本当にアマゾンカードが欲しいまあ男の子が広い画でやってるのかなってちょっと思いましたけどね。まあ詐欺としてね、まあ絶対犯罪ですけどね。うん、なんかすごいちょっと嫌な気分になりましたね僕は。うん、こんな世界があるんだなって思いました。サパネットでめ汚いこのファン、プレゼント系ね、プレゼントしますみたいなね、大体まあ釣りですよね、要は。昔からある言葉で言ったら。いやー、びっくりしたなー。これはぜひ、リスナーの皆さんと共有したい話だなと思ったんで、話してみました。まぁ、ちょっとね、まあ、嫌な気分になる人もいるかもしれないんですけど。通販しかサッチャ売れないサツキは釣りではないですよサツキが釣りだったらどういうこと、騙すってこと。
アマゾンギフトカードはね、あ、逆になんか調べてたら裏垢男子もいるらしいですね。あの普通に男の子が体を乗せてるっていう、まあそのそういうあの普通にあのノンケの人でも全然いるみたいです。それは売るとかじゃなくてもうただ単に見せたいっていう感じだと思うんですけどね、うん、びっくりした。てか将来自分の子供とかがどうなるか心配になるわ。うん、自分のね娘だったり息子がね平気でそういうことやってるかもしれないですからね。うん、まあやってる側にでも、うん、難しいな、うん、やらす、うん、やってる側に問題はない、ないって言ったらあれなんですけど、まあ、まだ判断能力もないですしね、そういうのを平気でさせてしまってる世の中が悪いのかなって僕は思いましたけどね。ビビるぐらいね、このあの LINE ライブが今日今までで一番少ないですね。なんでだろう、もう誰も見てくれないの。こんなこういう話してない方がいいのかな。サツキの裏垢捨てる。マジマジで裏垢っぽくないですよ。サッチャン脱いどく、もう僕ここで脱いだらね、これもうニコ生じゃなくてライブチャットになっちゃいますからね。コインもらったらあのマスク外しますみたいなね、あ、こっから有料ですみたいな、そんなのはやらないですよ。ライブチャットしに来てないんだよね。サッチャン上品すぎるよ。上品ですかね、うん。そうかもな、もっと下品に、この下品な会話、うん、下品な会話、うん。下品な会話、盛り上がりますか。お金の話とか、お金の話はしてます、割と。お金、別に下品な話でもないですけど。あ、そういえば今日ゲスト来ますよ。うん、ゲスト来ます。はい、ゲスト2人来ます。先に言っときます。銀さん来たら、いる銀さん来たらね、銀さん来ても無料ですよ。で、ゲスト来ても無料っす。別に課金しなくて大丈夫です。まあ、課金するなら、まあ、新水本店でっていう感じですかね。ここの放送は無料なんですけど、そっから先は、課金、新水本店に課金、お願いしますというね。くるくる詐欺はないですよ。うん。あと、銀さんは多分、うん、来れないかもしれないですね。いくら課金よ。ゲスト詐欺ね、言わ、もうそれを考えて、もう結果的にあのアキさんはダメだったんですよ、撮影で。で、ゲスト呼ぶって言ったじゃないですか。んで、もう急だし、まあ急遽っていう感じですね。それで2人にオファーをしました。はい、2ヶ月目も無料にしてました。1ヶ月目ね、初月無料とかね、ありますよね。今なら入会金無料みたいなね。大体いつも入会金なんか無料だからみたいな。あの家の近くにメガネ屋さんがあるんですよ。で、人がまず入ってんのが、どうですかね。1年に今1人ぐらいいたと思うんですよ、僕が見た中では。そのメガネ屋さんはあの1年に1人ぐらいしか人が入ってるの見たことないんですけど、あの2ヶ月に1回大決算をするんですよ。決算ってそんなするもんじゃないと思うんですけど、で、決算何パーセントオフなのかなと思ったら 80% オフとかになってるんですよ。最初はね、なんか 60% ぐらいだったんですけど、どん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 上がってきて、もう大決算、最終決算みたいなので 80% みたいなのやってて、もう、あ、このお店やっぱ人少なかったしなくなっちゃうのかなみたいな、
思ったらなんかリニューアルオープンみたいのしててもう一回 60% オフになったっすね。なんなんだろうみたいな、多分定価の3倍ぐらいで売ってんじゃないかなみたいな。ちょっと思いました、はい。銀さん1回1万で視聴したい。ああ、もし1回1万で視聴するとしたらどんなことなんか聞いたりするんですか。もういつもと変わらないのか、それとも銀さんだけだったらなんかまたちょっと違うのかな。もう僕が要はいないバージョンってことなんですけど。めっちゃロダンドさんではないですけどね、うん、逆になんでローランドさんだと思ったのか僕分かんないですけどね。解明されたんですよね。すごいっすよね、もうブランディングっていうか、もう本当にかっこいいなって思うっすね。まあユージさんにしてもセンスの、まあ絶対最近も黒マスクつけてますからね。あんな似合う人いないっすよ、黒マスク。まあ、僕つけたことないんでわかんないっすけど、まあ僕は似合わないと思うっすけど。社長、社長でもないな。ロナウドも、まあ一人は、今まで出たことがあって、もう一人は初めてです。はい、ロナウジーニョ懐かしいな。リスナーさんはお盆休みの方も中にはいらっしゃるんですかね。あんま関係ないっていう人も多いと思うんですけど、僕はお盆休みはまあ安定のジムと、まあ、ジムはもうずっと行ってたんですけど、ナイトプールと豊島園に行ってきました。で豊島園でね、またストーリーあげたんですけど、何杯飲めるかっていうか、飲んだものをずっと記録するみたいな。いやと酔いますね、外で飲むとね、本当に。ちょっと電話出ますわ。お疲れ様です。はい、あ、マジですか。え、嬉しいですね。今放送中です。あ、はい。あ、場所わかります。あ、うろ覚えですか。あ、違いますね。違います。区役所側の道ですね。あ、そうです、そうです、はい。あ、ありがとうございます。はいはい、失礼します。電話を、すみません、電話しました。ゲスト3人になりました。すごいわ、これは。銀さんではないですよ、今のは。銀さんが、まあ、この電話で、来ることが確定したんですけど、銀さんだったらゲストって言わないですからね。そう、ゲスト3人になりました。めっちゃ嬉しい。いや、もうこれはもう超めちゃくちゃ豪華な放送になると思います。豪華、うん、豪華な。高田社長はないですね。高田社長と話してみたいですけどね。一回何でしたっけ、CM かなんかで
あのキングカズとサッカー選手のあの高田社長対談してて、あれあの試合も面白かったですね。サツキサッちゃんサツ、うん、ナンバーワンツースリー、うん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 、まあまあ秋さんは来ないんでね、ナンバーワンツースリーではないですよ、まず、うん、早く早く、まあもともとあの30分ぐらいにあの来てくださいってあのゲストもともとの2人にお願いしてたんで、はい、シンスユー君はねちょっと考えた、シンスユー君はねちょっと出したいな、いつか出したいな、でもすげえできんだよな画面多分、ま、これ座れんのかっていう問題がちょっとまずありますよね、もうこんなんすからね、僕と銀さんもちょっとみたいな、新水君何しても同じ表情で可愛い、うん、なあんまダメですよ、あの叩いたりしたら結構繊細な子ですからね、うん、あれ新水君のアカウントとバトった話しましたっけ、したな、あのなお前なりすめ、お前なりすましだろみたいなやつっすわ、いやそれではね、ゲストが今到着したみたいです、まずまず2人の第1弾ゲストっすわ、第1弾ゲスト、はい、紹介したいと思います、葵さん、トーマさんです、よいしょ、はい、第1弾で何、いや、今もう来たんですけど、出すトーマさん、逆に、いや、むつかへん、あー、で、で、か、で、こうすか、あで、こう、ね、で、こうすか、ありがとうございます、まずいいっすか、これ伝わんないと思うんですけど、うん、このニコ生に出んのにすげえいい匂いさせてきましたね、いやそれは2人ともいい匂いすげえするし、常にね、それ別に伝わんないっすからね、いや、うん、伝わんなくてもね、うん、一応ね常にね、うん、常に出しとかないといけない、サツキいらないわ、帰るわ、ああちょすねるなすねるな、サツキ一人で喋ってたの、ああ一人で喋ってた、誰が興味あるの、いやだから800コメントしとるやん、800コメント、めっちゃ来てるやん、めっちゃ来てるやん、800コメント来てんすよ、めっちゃ引いてるやん、すごっ、はい、やばいね、めっちゃ頑張ってる、本気出しますわ、すぐガタイ出すやん、すぐガタイ出すやん、もう本気出しますわ、いいって、すぐガタイ出すやん、ガタイ出さないっすよすぐ、いやもうパワーアピールしてるやん、もうパワーアピールしてるやん、もう声が嫌やわ、もう嫌やわ、今CM 来たから、あそれ別にないです無視無視してていいんす、今 CM 行くやばすぐやんサツキ一人でつらかった帰るわ、だから帰んな帰んなパワーアピールするな、つかんでほしそうにみんな見てくれてるんだ、あのすごいトーマリンってコメントが印象に来てるもともとあのトーマリンっていうコメントもあったんで、うんうん、それで僕ずっとトーマさんにあの声かけてて、でもなかなかタイミングが合わなかったんで、うん、はい、そうな、俺いない時に、うん、あのコメントありましたありました、はい、そう、それもあってトーマさんに出てほしかったんですよ、うん、ありがとうございます、はい、まあ、せっかく来たばっかなんですけど、うん、CM 明けで乾杯いきますか、あ、そうしようか、はい、一旦 CM です、どうぞ、よいしょ、
あ、すごい。お、ん、お、うわ、懐かしい。うわ、すげえ。シンスも後ろシンスになってる。すげえ。だパワーアピールやめろ。まあ、受け取るからパワーアピールやめろや。何しょ、パワーアピールやめろや、腹立つな。 CM 行こう、腹立つな、もう CM 行かすぞ、もう CM もうないっす。行かすぞ、CM。 ちょっとセッティングしますわ。あ、俺のはいいわ、俺。ああ、そう。あ、でも、アイスいらない。俺の使いだから氷でいいよ。わかりました。いや、もうやばない。氷舐めるはやばいでしょ。もう、ちょっといつもダメだから、ね、はい、それでは、まさかの、まさかの、本当は多分来れないっていう話だったんですけど、来てくれる、はい、え、つんで、ウェン、ウェン、ウィーレで言ったらウェンです、ウェン、来てくださいました、新水本店たくま社長ですよ、どうぞ、社長、社長、いやーありがとうございます、ありがとうございます、いや嬉しい、今日の筋トレ来てるわ、来てるな。アピール。おい、コメントで秋っていうのやめろ、秋っていうのやめろ。いや、来てるわ、来てるわ。いや、違う、でもそれ自分推しがすごい、何年間あるやん。いや、やっぱみんな白、みんな白で、なんか白なんですよ、白推しはすごいな。白推しすごいっすけど、ジム行ってる2人だけピチピチなんですよ。だから T シャツがもうもっとピチピチにせえ、もっとピチピチはええわ。ピチピチなんすよ。こんな、なんか袖ありますよ、こんな。ないの、これを埋めたいっすよ、筋肉。いや、やばすぎやろ。筋肉さっきあれやもん、新しく T シャツ新調したもんな。T シャツ新調しました。やっぱり体パツパツにパツパツにするために。うん、アルマーニやろな。アルマーニ、アルマーニやろな。エンポリ、エンポリ、ちょっとコアモテのマッチョの人せいで、もうご用立つのムチムチのチビティで。アマさん、水、水ない。水もあるんですよ。うわ、そうなんや。じゃあ、お茶用にしようか。じゃあ、みんなお酒飲む感じなの。僕は、まあ、飲んでんやな。え、何分まで、何分までなの今日。あと、あれです、9時までです。だから30分ぐらいです。長まりやな、結構。はい、お茶で。あ、社長、研修お疲れ様です。あ、研修の話、ホームレス研修、ありがとうございます。はい、疲れました、本当に。全然、あれからたくまさんもう一回出てみたいなコメントもすごい多かったんで、それでオファーしました。嬉しいですね、はい、なかなかさっちゃんからのオファーがいきなりやったんで、はい、ごめんなさい、急いだんですけど、はい、なんとか間に合いました。社長 T シャツはどうやったらもらえるんですか。社長 T シャツはオリジナルを入れて、はい、今年も作ったんで入れてもらえれば、はい、もらえることがあります。プレゼント、さっきも言ったんですけど、17日の朝7時からですよね。あ、そうです、はい、17の朝7時です。その日だけ2部営業で。はい、そうです。はい、16日が休みですもんね。16日休みです。はい、あ、そうか、今回1日変わるんですよね、休みが1個ずれるんですよね、社長の朝、ね、そう、16日やから、なんかね、みんなちょっと一部の人は大変かもしれないですけど、まあ、多分何とかなるんじゃないですか。そうやな、去年の連休明けっていうのが一番きつかったっすよ。あー、3日か4日ぐらい休みからの朝一やったんで。そうやね、みんなすごい大変で酔っ払ってたもんな。ペロペロになりましたね。カレーも売る。カレー屋出るんですか。カレー欲しい。カレーついに今ナチュラルなたくまさん出ましたね。ポンって言ってた。優しい笑い方、優しかったな、今の。優しかったっすわ。ふだんの社長やったら完全にさつきと葵くんでやれよ。なんで俺にはプンつけないのかな。ほんまやな、さっちゃんだけ。いいや、なんかこう人気者ってことやからね。うん、お腹見せてっつってんの、ほら、やっぱ葵行った方がええんちゃう、腹は。あ、そうっすね。うん、葵の今腹がバキバキに割れてるから、ね、見せますよ。行こう。どうですか。ちょっとね、そう、でも最近ね、ちょっといい感じにまたね、締まってきてるのでね、はい、これでも、アップがいいんじゃないですか。おぉ、アップ、アップあります。アップ、分かり、アップできます。影入らんからね、あんまり分かりにくいですよね、多分。アップお願いしますって言ったらいただきます。まあ、ほら、だからあんまり分かりにくいんですよね、でも言うて。ほら、なんか微妙やな。あ、いい、あ、いい、でも、入ってますね。微妙。パンツはパンツ、パンツカルバンくらいやけど、別に興味ないやろ、パンツは。パンツは関係ない。パンツサッピーやろ、お前。サッピーではないです。パンツサッピーちゃうもん。ボディーワイルドじゃないですか。ボディーワイルドでもないよ、別に。すげえドンキブランド押してくるね。いたたたたたたた。てか、あれやり忘れたっすわ。
ベルトすごいっすわみたいな。そうでした。ちょそのさあの反省感後ででよくない。やっぱお腹哀れたら人気者になんやな。はい。今日もお腹中心でしたもんね。腹中心だから言うなよ。それ恥ずかしいやつです。お腹ばっかりずっとやってる。お腹ばっかり。瀬名さん大胸筋ばっかりずっとやって。瀬名おっぱいばっかりずっとやってる。瀬名くんほんまにどこ目指してんのってぐらい胸筋鍛えてるっすよね。昨日瀬名くんの T シャツ見た時胸にパツパツなんですよ。すごいですよ。プロレスラーみたいな。すごいよ。今日そういうメンバー。でそうなの。いやそう。トーマさんも鍛えてるし。そんなことはないよ。必然的に集まって。必然的に。声かけて集まってくれるのが本当に嬉しいですわ。ありがとうございます。なんかみんなカレーとホームレスの話すごいね。はい。カレー欲しい。それぐらいあの SNS のあれが印象強いんですよね。ああ、そうやな。喋る前から出てたりしましたもん、あのホームレス研修の時も。うん、ホームレス研修。はい、まあパンチ効いてるからね、ホームレス研修とかもそうやし。もっと喋ってって書いてあるんだよ。んあれでもここいるだけで可愛いっすよ。コメントすごい喜んでる。めっちゃちゃっかりコメント見てる。めっちゃ喜んでるやん。トーマリンってもう、うん、トーマリンってさ、うん、何人かしかいいんでしょ。まあ、トーマリンって呼び方は完全にね。まあもうあでも結構みんな呼んでくれるっすよ。あそう、うん、最近あれも多分トーマリン浸透していたね。そうっすね、うん、ドラゴンボールみたいな感じ。はい、トーマくんはいるだけで十分。あうんトーマ本店います。うんまあみんな本店ですからね結局。今日いいんさんはなんでいいの。なんかちょっと来れないみたいな。あそうなんや。あれはないのよ。たくまりたくまりたくまりちょ、あのたくたくまりんやばたくまりんやめとけよ。それはあかんやん。たくまりん違うよ。そのイベントの日だけ呼んでいいですか。たくまりんはたくまりんは8月17大丈夫です。たくまりん17日だけたくまりん OK です。あかんたくまりんクリリンがめっちゃツボに入ってしまった。たくまりんがもうすんごいコメント増えてきてますよ。もういやいやこれだけでコメントめっちゃ稼いでる。めっちゃ伸びてる。すごいね。でもなんかあのはい、んだってこれみんなバラバラな人が入ってるかもしれない。バラバラな人が入ると思う。それやのになんかたくまりん、たくまりん言うて、はい、ちょっと来週も呼んで。気持ちよくなってきたなぁ。もう楽しいな。前来た時も楽しかったけど。ただちょっと僕ずっと気になってるんですけど、うん、たくまさんって足あんま組まないじゃないですか、うん、なのに新しい靴見せたすぎていやいやいやさっきからもうこっち関節縛みたいな。いやいやいや買ったんやけどなんかインソール入れてんのよ、はいはい、7センチぐらい、はい、めちゃくちゃ痛いの足が。うわだからちょっとこれどうしようかな。靴ずれ。そうそうそう靴ずれしてんじゃん。なじまさんきついっすね。そうなんです。かわいい。それ2週間ぐらい僕に預けてくれたらめちゃめちゃ柔らかくします。なんか俺小学校の時そういう上級生いたの。お前その靴貸せよ。ちょっと待ってください。エアマックス狩りっすか。あ、そうそう、ほんまにそんな感じ。お前ナイキそれ貸せよ。あと新品は踏むんだよ。バレんのあってん。銀札やったよ。銀札やったよ。そういうことわかんないですけど。やるな靴見せて。靴見ます？靴。靴やっぱ。え可愛い。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 そう。可愛いやけど。いいな。あアップいいっすか？アップ。ね、おお気持ちいい。ここはアップ気持ちいい。ああいいっす。はいいいっす。でで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 。そういうのあったよな。やるなと思ったっすね今の。やるな思った？今のは思いましたね。バレてたか。いや。なんかひどい人いるな怖いよ。いひどい人は常にいます。いややっぱりいる。はい。
そう、そういうもんですからね、やっぱ世の中は。そういうもんやね、もう慣れてるから俺、荒波に慣れてるから。サパネットって単語がすごい出てくる、うん、サパネットって何？あ、それはさっき僕がなんか最近なんかハマってるものとかものばっか紹介するんで、うん、ステマステマって言われて、お前ジャパネットホスト辞めたらやれよみたいになって、うん、だからサツキだからお前サパネットでいいだろみたいな。あ、そういう感じやったんやのやつっす、はい。サちゃん一人で喋ってたの？一人で喋ってたっす。誰がそれ興味あん？いやだから帰るわ俺も。じゃあもう分かったで、分かったで。じゃあもうパーティーアピールが見つけてる。アップいいっすか、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 アップいいっすか。うわ、もう満足。いやーわ、そのあでもやっぱ着いたね。だいぶごつなったっすね。え、なんでここは折ってんの、これわざと。折ってるっす、折ってるっす。あ、そうなの、はい、え、絶対ちゃうへん、はい、こっち折れてへん。これ折ってるわ。え、なんでの、なんでの、これ折るやつなの。あ、そうなの、はい、あ、そうなんや、まあ、最近の T シャツは折ってけって。あ、そうなんや、はい、あ、それも折った方がいいっすね、はい、あ、そうなの。お脇汗かいても、お脇汗つけてんねんけど、どうしよう。あ、まあまあ、出てこってるっすね。アップしてもらいます。アップしてもらいます。アップアップ。すいません、わぎ汗かいて。全然光飛んでて分かんない。あ、分からんかな。いや、若干透けてるな。若干透けてるな。たまにM ステとか見ててさ、はい、こう歌手の人でさ、わぎ汗出てる時あるやん、はい、あ、ありますあります。さ、マジそれなんで着てきたみたいな。若干あります。逆に今自分でなんで着てきたいや、もうしゃーないっすけどね、そこは。女性の脇汗はただ視聴率が上がるらしいっすよ。そうなんや。ロケ番組とかでアナウンサーの人が脇汗してたら、その回絶対数字がマジで、はい、そうなんや。上がる。怖なねえよ脇汗は。俺はねえよ。脇汗かかねえわ俺は。いや、でも中国の女性は脇毛生やすからね、はい、ええー、うん、それが反らへんのが普通らしいよ。え、そうなんすか、うん、だからヒゲとか生えてる人多い。綺麗な人多いと思ってたのに、うん、まあ、いや、綺麗な人多いよ、それは、はい、そうなんや。めげへんわ。こんな人いるんすね。いやいやいや、やっぱ多分、はい、長い、もしかしたらね、昔に、はいはいはい、出会ってた人かもしれない。出会ってた人かも。なんかすいません、昔じゃね、やったかもしれない。このたまに13年目やからな、歌舞伎町。間違いない。長いですよ。時効にさせてくれないんですね。ならへんやろな、うん、このたまにある沈黙はね、そう、みんな多分見ちゃいけないものを見てしまった時に沈黙が起きるっていうね。見つけたあかんもん見つけたもんだら、沈黙起きるから。トーマさんのこと別に何も言ってないのに、トーマリンはいるだけでいいのって。もういや、ほんまにめっちゃ好きやん。めっちゃ好きやん。めっちゃ好きやん。お前喋らんでも、え、ヘラヘラしてるだけで。ほんまに、なんかさっちゃんと葵の熱狂的なファンもいるな。あ、さっきありましたね。うん。それ言うてる時に不意にこういう悪口が飛んでくると、黙んのて無言に。いやいやいや、そういうなんがね、あった方がいいよね。はい、うん、トーマリンいるだけでシャンパンおろす。お、やばっ。むむむむむむむ、そんなすごくない。急なアップ。あ、今いいっす。今いいっす。いや、めっちゃ苦手っすよ。注目されるとめっちゃ苦手。注目されると、ね、今いいっす。安定感。アップ消せって書いてある。ひどい人いんやな、やっぱりね。怖いわ、うん、怖い。これ大体いつもどれぐらいまでいくの、コメント。これはもう今まで、ここ最近で一番伸びてますね。あ、そうだね、はい、大体どれぐらいなん。いつも1000ぐらいじゃないですか。あ、1時間で、はい、全然超えてるやん、はい、あ、1時間やってるの。いつも1時間やってます、はい、そうなんや、長いね。1時間ずっと喋り続けるのすごいね。でも30分間1人で喋り続けてるさっちゃんが一番すごい。で、1時間1人とかもあるんで。はい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 。あ、それはあれやな、すごいね。ラジオやん、はい、すごない。でも全然喋れますよ。面白い。あれ、え、あ、何、あ、CM？ あ、筋肉見せてくれたら CM 行くって。いや、いや、なんか誰が見んねんみたいなまたいいのかなと思ったっす。それ筋肉いいの？大丈夫っす。エロ、エロ。
もう筋肉あびられたあびられた顔の筋肉は別にないですよ表情筋めっちゃ嫌な顔するとかしかないですもんでも最後の CM ですね。はいラストはい最後の CM です。どうぞ。たくみさんってなんでそんなカリスマなんすか。俺はカリスマなんかじゃないよ。やる気と根性さえあれば俺みたいにかっこよくなれるよ。一生ついてきます。君もロミジュリでホストしないか。一番微妙なタイミングで CM 入ってますねめっちゃあ今 CM あ、おー、あー、始まっちゃった。始まりました。すげータイミング投げてしまったななんかあれなんや、飲みでみんなでじゃんけんしてゲームとかしたこともあんの。あー、そういうのとこもあんねん。あんまないっすね。あんまないないですね、はい。ストロング買ってきて。あー僕ですね、ちょっとなんか今お店に、はい、ストロングをちょっと入れようかなと思って。マジで何考えてるんですか。どうしたんですか急にどうしたんですか急にどうしたんですか。いやだからそのやっぱこうみんな見てるからストロングってホストクラブやったらどうなる。ああそれ気になりますね。さあちゃん聞いてみてちょっといやっぱなんでもサバネット、サバネット的にちょっと聞いてみて、ちょっとサバネット的に。でも俺今話あんま聞こえてなかったからいや、聞こえて聞いてますよ聞いてますよ、絶対。はい、そうか。あれちょっと待ってください。何聞いてねえな。危ないって書いてある。危ない、あ、いらん。ソロングやばいんや。すすきのではあるとこもあるんや。それはどうやって出してるんですかね。コンコンで出して、いくらで出してるんですか。それ単価とかはまあストロングは一緒だよ。一緒一緒。ちなみにそのすきののストロングはいくらぐらいで出してるんですか。いや、やばいしか書いてないな、ストロング。やっぱアルマンド欲しい。アルマンド、うん、アルマンド話変わっとるやないかアルマンドアルマンドが、ええ逆に言うけど、トーマリンの人やん。トーマリンの人めっちゃアルマンド好きやん。アルマンドに並びすぎて俺がお酒みたいになってるやろ。悪魔いらんみたいな。アルマンドはでもあるんじゃないですか。アルマンドってあるやろ。ないんですか。ないよ。アルマンドはうちはないです。あ、うちないんだ。やっぱいらんねや、みんな。まあ、危ないですからね、多分だってストロング自体酔っ払うのに、その見せる飲み方でやってたら、ルマンド食べたい美味しいお菓子。そう、だからワンセットね、あれ9%やん。はい。で、はい、これがほら 4.5 やろ、はい、これちょうど2本分やん。はい。で、威力も考えて、はい、2セットで、じゃあ1セットで2本、1セットで5,000円。破壊力ありますね。でもそのぐらいやったらでもいいと思うんですけど。やろ。どうじゃないと、多分ポンポコポンポコ入れられたらもうみんなおかしになるっすからね。うん、女の子もぐちゃぐちゃなっちゃうし。うん、そうやね。だからそうしたらちょっといいんじゃないかなと。カプシャ危ないとこやからね。女の子ぐちゃぐちゃなったらやっぱおかしなってもたら。1万。マジで。1万。だって2缶飲んだらテキーラ3杯飲むのと一緒じゃないですか。2缶丸まんま一人で飲み切ったら、テキーラ3杯飲む。よりも多分しんどいぐらいじゃないですか。確かに、なんかそのまあ意図としては、なんかこうほら早い時間にみんな酔っ払ってほしいの。あー、もうすぐそこに寝れるように。そう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 、そうなったらね、みんなストロングが流行って、はい、7時からストロングみんな飲み出すっていう。やべえっすね。ご神水言ってやべえやつ多いっすね。それあいつらオープンからあいつらストロングで飛ばしやがる。それが話題になって、あのこう酔っ払いの店を見に来るっていうね。それめっちゃおもろいっすから。それはやっぱレン筆頭に。もうレンレン筆頭、もう8時ぐらいで司がうわうわ。
久米たけしさんだったから久米たけしさん入りながらめっちゃおもろいけどな、でもビートやないかいで、でも案外みんな司さんとかちゃんと知ってるんやね、はい、ちゃんとあのキスハグ見ててくれた、そっかそっかそっか、見てくださってるんで、うん、あ、ごめんなさい、アイス、あー、いや、アイスいい、はい、そう、なぜ僕がこんなにアイスを拒むかというと、私は胃腸炎になっていましたとね、まだ病み上がりなのでアイスはいりません、はい、壊しちゃうから、ね、胃腸炎でお腹冷やしたらあかんからね、そうなんですよね、まだちょっと怖いんで、ちょっとまだ若干お腹痛いんで、毒食った、毒食いましたよ、貝に当たりましたよ、見事に見事に、塚さん良かったよ、うん、トーマリンの人ですね、トーン、新水湯くんっていくらでレンタルできるんですか、社長、新水湯くんも新しく作り替えよう思ってるから無料で貸してあげる、無料で無料で貸してあげる、旧式の方は、うん、旧式のやつはもう悲惨の匂いがするから、もう悲惨がこの前撮影の時に新水湯くん来てたけどめちゃめちゃ慣れてたから、慣れてますか、ね、あんな細い道あんなんでこうやって通ってる一回ゲストで呼びたいですけどね、新水湯くん、はい、ね、確かに確かに一人二枠取るけどね、うまいな新水湯くんすごいだね、あーなんか新水湯くんは新水湯くんだよね、中の人とかいないよねって、なんかめっちゃ可愛い子いる、可愛い子いる、そのわけないやろその手で僕でもずっと新水湯くんの話してましたよ、あーなるほどね、はい、あーそうそうそう、新水湯くんは中な、はい、はい、なわけないやろ、あいつは社長がすぐバラした社長が言っちゃうからね、はい、だからもうその手で今まで頑張ってきた、うんうん、ただの悲惨が入ってますもん、ただの悲惨、ただの悲惨やから中はただの悲惨くんだからね、社長が入ってるの1回だけ入りましたよ、僕、あー見たいですね、ありましたね、1回だけ入ったらもうあれなかなかひどいね、みんな罵声がすごい、あの大学生みたいな集団に、うん、どうせあの長いおっさん入ってんじゃないって言われたからまあまあ30やからなぁとまあまあ思いながらね、新水湯くんも黄昏れるんすね、新水湯黄昏れてるのほんまにうちのリーヤさんがちょっとコンビニ行くときに新水湯くん見つけて、あ、ひさむやん思ってちょっとちょっかいかけたの思って蹴ろうとしたら横にプロいんの見つけて、なんか様子ちゃうなって思ってよう聞いたら社長やったらほんまに危なかったよあともうちょい社長蹴り飛ばすとこらやったんであいつひどい優しい人はなんか握手をなしてくれる人が多いけどね、さっちゃんも入ってみたら、あ、一回、いや、はい、でもなかなかおもろいよ、ね、時間に聞けるから、いろいろ、あれ、伝説の塚さんが入ろうとしたらガタイムチムチすぎたの、かぶられへんっていう一回入ろうとしたことあるんですよ、朝ちゃん、はい、どうやの、ローテーションでやんなきゃいけなくて、うん、でも、僕、背高すぎてあの、へそ出しみたいな、あ、そうや、新生君が、そうや、俺ら開くんか、はい、せやせや、あの、ここと、身長高いんだから、ね、ここが、はい、高いんでダメなんすよ、そうなんや、いいね、それは、うん、その身長を絶妙にクリアして一人でこなしてるひさも何もんなの、ほんまに、いや、もうすごいな、あれ、多分首の長さ変えられんですよここなったらニューンってニューンってできるそれやばいなこれね、さっきから見ようなチームまあなんか異色っちゃ異色やもんね、まあそうですね、うん、まあでもなんかまあ俺は結構3人とも個人的には全然あれやけどね、はい、そうです、外で結構プライベートのお付き合いはあるんですね、はい、で僕もあのお店の中で話す方ですからね、うん、2人ともめっちゃ話すそう、うん、サウナとかも結構行きますし、ね、はい、そうやね、最近トーマあんまり一緒に行ってないもんな、そうっすね、行きたいな、ないっすね、ジムが違うんで、そうやね、ああ、そっか、やっぱあの派閥が違うからないや、言い方悪い、言い方めっちゃ悪いですね、言い方悪いですよ、派閥がやっぱ気にしてるんですか、そんなに見てくる、やっぱりな、やっぱり統一したよね、みんなの派閥を、あ、まあ、ジムのジャンルなんかキングダムみたいなこと言うっすね中華のやつてか、そもそもなんですけど、だってジムってその僕らのこういうジムじゃないですか、言おうとしてるのって、トーマさん格闘技ですからね、そもそも、あ、そうか、そうか、パンちゃんでもボクシング両方やってもね、あ、そっかあー、バラされたー、バラされたー、バラされたー、そっか、そっか、あ、冗談ですよ、冗談です、冗談です、すみません、冗談です、言ったかい
はい、いや、ちょっと終わんないですけど。ちょっと終わんない。全然大丈夫です。冗談、冗談、冗談。タークマって何やん。それあれやん。マーキングみたいな。おばたの、おばたの最近でもあれ流行りすぎて、こう街中とかで行って、ああいうこう、なんていうの、こう音程というかあったらすぐ反応してまうわ。ああ、はいはい、わかる、伸ばす系のあのインドネシアの聞いたら俺いるなみたいな、マキノいるなみたいな、マキノおるな、マキノではないでしょ、マキノじゃないな、で呼んでんの多分おばたすからね。あ、そうかそうか、なんかアナウンサーのやつやな。そうっすね、あのアナウンサーもあんま好きやったから、ショック、山崎パンですよ、山崎パン、はい、ショックやったわ。トーマンはないと思わない、ことも話すのでもトーマさんは、トーマレンはいるだけでいいんですもんね、うん、いや二日酔いだから何も喋れないよってタッちゃんに言ったんだけどな、はい、で僕それでもいいですよって言って、やっぱ良かったっすからね。ずっと膝もじもじさせてます、何も問題なかったです。え、あ、もう9時やん、はい、早っ、はい、1分前え、終わるの、もうもう終わります、終わります、はい、早っ、早いな。いや、ありがとうございました、うん、ありがとうございました、楽しかったです。はい、たくまさん2回目、あおいさんが 2、3回目ですね。 3… トマさん、初めてどうでした、うん、それ聞きたいっすわ、最後に、うん、うん、大丈夫です、やっぱいや、久々におもろかった。30分早いね。僕めちゃくちゃ面白かったですし、うん、1800なんか行くのマジで1年以上ぶりです、うん、あ、そうなんや、に行ったんで本当に嬉しいです。でこれ終わった後も YouTube で見れるんで、拡散していきたいと思います。1時間、お付き合いありがとうございました。来週も見てください。17日はたくま社長バースデーイベント、よろしくお願いします。ありがとうございました。